はい、今回もアスタロン地球の涙を続きからやっていきたいと思います。前回このゴルゴンの破壊エリアをクリアしてボスのタウロスを倒しました。じゃあここから先右に進んでみましょう。ここから先はねデモ版でもなかったので完全に初見なんですよね。うわなんかレールみたいのがあるな。ちょっと難易度が上がってそうですね。まず下行ってみましょうか。おお、びっくりした。危ねえ危ねえ。ここをちょっと慎重に行きたいな。こっちはいけないか。慎重に。しまった。これだよ。はい、じゃあここ。お、ここら辺から撃とう。お、ヒットポイントの最大ポイントが上がりましたね。これ効果があるのか。こんな効果があるのか。ちなみにあそこの宝石はすいません、もう事前につけちゃってた。このゲームねちょっと事前に録画する前に事前にちょっとやってたんですけど、いつのタイミングでセーブしてるのかちょっと分かんないんですよね。死んだらセーブしてるのかもしれないですけど、死んだら必ずセーブしちゃうみたいなんで、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。もう一回セーブ地点からやり直したいなと思っても、死んだらセーブしちゃう可能性が高そうだなと思ってます。どうしようかな。まだアルガスのままでいいか。よし。死体がメモを持っている。遺跡は惑星の内から押し出されたもの。地球の涙と呼ばれている。まるで惑星がひどい記憶の海を絞り出すことで自らを清めているようだ。この塔自体が地球の涙ってことですね。いやこいつ倒すとめんどくせえな。下に落ちるとダメージ必死だしな。あーしっかり取りたいけど、あーしまった。そんなことやってる場合じゃなかった。うわ、いやこいつどうしよう。食い売りで来ればよかった。しまった。よし。食い売りだとダメージ量が倍ぐらいで攻撃できるので、こいつはね食い売りで戦った方が良さそうですね。ここは何があるんだろう。あ、上行ける。こいつ注意しないとな。上行って。で、あ、ここか。開けとこ。あ、そこにこれがついた感じですね。で、このリフトに乗ると、あ、左側に行けるのか。よしよし。よし。よし。アルガスできて正解でしたね。こいつは突っ込んでくる。危ねえ。あ、上行けないや。ここは、なんだこのキャノン砲みたいなやつ。うー、危ない危ない。あった。崩れちゃうのか。ここ結構難しいな。シビアですね。あそこ白い鍵が必要。白い鍵がないからな。ここはどこにも行けなそうですね。ちょっと戻らないと。さっき下行かなかったんで、下行きましょう。これ、下も右も行けんのか。先に下だな。ちょっと近いか。あ、OK。うわぁ、ここちょっと、アクションが要求される。しかも上にいるんだよな。絶対倒してた方がいいや。あ、なんだ、なんか出た。なんだ今の。何ですか今のは。おお、怖っ。あ、青い鍵がありますね。
青い鍵は、なんだこれ。調べる。地図はここで終わりだ。これは地図職人のライナスだろう。これライナスか。間違えた。これですね。一番最初に拾ったライナスの地図。追加になった白い部分はライナスが書き記したものみたいですね。ここで死んでるってでもすごいな。よし、じゃあ先に倒しちゃって上のボタンを押しましょう。ほいよ。じゃあ下に進めるようになったから下にしっかり階段を降りていかないと怖いんで。右には行けない。あ、行けるようになったか。先に左行くか。いや、これ倒しとこう。よし。戦士に変えてと。ここで青い鍵取れますよね。はい、青い鍵取りました。青い鍵ね、3つもあるんで、だいぶ余分ありますね。一旦戦士のまま行くか。ここは左があるはずだし、左の上もあるか。いやー、ここでも戦士で越えていくのきついな。冬利に切り替えよう。おっと、この上のやつね、マジで注意しないと。おっと、あー、しまった。これでヒットポイントが全開になっちゃうんじゃないかな。あー、上のやつ。とっ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 と、危ない危ない。あー、上のやつうざいな。上のやつめちゃくちゃうぜ。よし、倒したので剣士に切り替えてきましょう。で、ここ開けたら多分突きに来るから危ねえ。この剣何なんだろう。おーいっと、びっくりした、バグってる。はいっと、じゃあやっと左に進めるから。あ、それでここが進めるようになってるのか。ここじゃあしっかり開けとかないといけないですね、やっぱり。またボスか。うわ、しまった。これ止まって、ここはな、これなんだろう。あ、壊せる。うわ、ちょっと。これきついな。どっち行ってもあれか。まあ、青い鍵開けちゃいましょうか。地味に倒していこう。慎重に行こう、慎重にね。あー、こいつにさっきやられたんだよな。おっと、あー、しまった。あ、やばいやばい、逃げ場がない、危ない。おっ、こいつらはついでに倒しておこうと思ったけど、先にどうしよう。右に行きましょうか、まずは。またお前かい。そしてここ届かないから、届かないから、クユリ連れてこないとダメだ。射程範囲外にいるモンスターが放つ弾を奴らに跳ね返す方法があれば距離を保ったまま倒すことができる。それでどうなるかなんて誰にもわからない。跳ね返す方法ね。跳ね返せないか、やっぱり。なんか跳ね返すアイテムが必要なのかな。
おいっと。下がいたか。先に下行きましょう。おい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 。気づかなかった。あ、なんか剣あるな。剣があるな。剣ゲットできそうですよ。鏡の剣。お、お、なんか、これですね。ちょっと出てるようになってますね。お、これでだいぶ戦いやすくなったんじゃないかな。よかった。アリアスの固有のアイテムですね。魔法を跳ね返すゆらゆらと輝く剣。あ、これで跳ね返せるんだ。ちょっと試してみましょうか。お、跳ね返せる。跳ね返してどうにかなるもんじゃないけど。こことかは特に何もないか。今白いところにいるから左行けそうだけどな。でもここのボタンを押すと、あ、ここが、あー、しまった。余計なダメージを食らってしまった。いや、跳ね返すのは難しいな。で、こっちに来る感じですね。これを跳ね返すのか。お、跳ね返る。絶妙に跳ね返るわ。でもこれやっぱ難しい。ピンポイントで当てるのは難しいんで。危ねえ。 A ボタンを連打しといた方がいいですね。連打というか A ボタン押しっぱなしにしといた方がいいですね。あ、しまった。やっぱ本体に当たるとダメなんだ。おう、しぶといぞこいつ。めっちゃしぶとい。おし、いや、ようやくようやく倒せて上が開きましたね。よっしゃよっしゃ。どこだここ。あ、そこが開くだけ。そこが開いて他のやつら連れてこれるだけか。いや、なんか頑張ったのにな。でも多分他のやつらを連れてこなきゃいけないゾーンなのかな。でもあそこに戻るのきついな。戻るのだいぶきついな。あ、しまった。上のやつがいた。いや、普通に戦っちゃった方がいい。こうなったらだいぶ戦いやすくなりましたね。はい。で、さっきクエリで倒しておいたので、こっから上に進みます。で、ここ上に進むとまたこれアルガス用のこれがあるんで、押して起動させて上に進むと、これなんだろうね。なんだ、何があるんだろう。おお、おじいちゃん。おい、そこのお前。あ、アルガス、この時を待っていた。俺を知っているのか。知っていると言えるかもな。お前がしてきたことは全て見ておった。お前が生まれたことも、水晶の剣の使い手と共に冒険したことも、そしてお前が死のタイタンと交わした制約も。どうしてそんなことが。お前は何者だ。わしのことなどどうでもよい。お前は、お前がこの全てに密接に関係しているということ、お前が思っている以上にな。密接に関係？どういうことだ。今は時間がない。これを持っていけ。何でしょう。なんだ。何何？老人、おう、老人そのものを持っていくのかと思った。何ですかこれ。確かに、何ですかこれ。友よ、すべて行く先ではっきりするだろう。もう行かねばならぬ。また会おう。行ってしまった。この変なものは一体何なんだ。何？
ハローとかファンネルみたいにくっついていくこいつは一体何なんだ。あ、ちゃんとあれしてますね。見知らぬ老人から受け取った石のボール。使い魔が入っている。まあ、使い魔が入っているって書いてあるけどな。モンスターボール。しかもアルガス専用みたいですね。使い魔が入ってるか。しかもこっちに鍵なかったな。使い魔、モンスターボールはどういう条件で孵化するんだろう。こっちですね。こっちの青い扉の先。青い扉の先に行こう。ここ絶対落ちるでしょ。で、ここも落ちるから、どうしよう。こいつ倒そうか。いや、スルーだ。で、右行きましょう。で、またボスか。うわ。うわ、きつ。うわ難しい。ちょっとダメージ覚悟で倒しましょう。よし、撃破。でここはゴルゴンのあれがあるから突破できるとして、これよし、いい感じ。ここいけないんだな。右に行ってみましょうか。右行けるのかな。きついな、ここ。あ、壊せますね。剣じゃなくても。あ、しまった。あ、消えちゃったのか。ここジャンプ行けるかな。危ない、危ない。危ない、危ない。なんかある。あ、攻撃してくる。あ、危ない、危ない。おっと、ちょっとちょっと。危ないよ。これ気づかなかったな。ああ。攻撃を待って。ここで攻撃を待ってから、行こう。で、もうダメージ食らっちゃったら、行っちゃいましょう。タラリアのブーツ。タラリアのブーツ。どれだろう？これか。あ、アリアス。アリアスか。またアリアスか。またアリアスですね。聖なる伝令者が持っていた青い翼のついたブーツ。Y を押して前方へダッシュする。お、ダッシュできるようになっているぜ。食い入りのアイテム。俺どこにあるんだ。じゃあこっから下行ってみましょう。危ない危ない。はい、で青い鍵は持ってるから開けて、これは下に落ちちゃっていいのかな。落ちるしかないよね。落ちるしかないよね。おお、びっくりした。で、上に登るのだいぶきついぞ、これ。何かを果たして上に登っていく感じだね。おお、ここで切り替えられるか。アリアス、Y を押してダッシュ。おお、ダッシュできるようになってますね。これ攻撃できんのかな？押すと、ここが開く。ああ、しまった。マップがないから、よし、左側に行きましょう。あ、それでここに出てくんの？あれ、ここどこだ？なんかゴルゴンの墓に来たような。ボタンを押すと多分あっちが起動するんだよね。で、そこが開くと。先にゴルゴンの墓エリアからクリアしときたいですよね。
ああ、またこいつかい。はい。あ、ここあれだ。あそこの上に来てる。こっちから来るんだ。それで、魔法使い。くそ、魔法使いでくれよかった。これで、そこが開きますと。で、青い鍵使っちゃったからここのが取れないんだよね。悔しい。で、上に進んでみましょうか。こっから、上に行ける。上に、こっちから上に行けるぞ。あ、そこに白い鍵がようやくありますね。でも先にあれだ、こっちの扉開けとかないといけない。あー、またこれかい。こいつ嫌いだ。危ない。ここ開けて、あ、やっぱりあの字はそこが開きますね。はい。ああ。うわ、危ない。さっき鍵が取っ、さっきボタン押したんで、よし、ようやく白い鍵取りましたね。で、こっから上登ってきるのか。邪魔くさいな。あ、それでここに出るのか。オッケーオッケー。そうだ、こっから上に登るんだった。この下も行けるのか。この右も行ける。なんだろう、あのヘビ。一応行ってみますか。うわ、攻撃は食らうんだけど。最悪だわ。あと1。青の鍵で、ここのボタンを押すとここ開くでしょ。うん、ここ危なっかしいな。で、ここに来るのか。で、ここのワープゾーンに出るんですね。よしよし、だんだんつながってきましたね。だいぶつながってきた。ちなみにここのワープゾーン入ると、ここに出るんですけど、これが何の部屋なのかわかんないんですよね。あの緑のやつ、どうせ次のボスかなんか倒さないときっといけないし、ここそもそもジャンプしないと進めないし。で、ここの上はここにつながってます。一番最初のところですね。一番最初のところ降りてくとワープゾーンがあって、ここにつながってるのか。はい、じゃあ最初のところに戻ってきました。白い鍵手に入れたんで、リフトを使ってゴルゴンの墓にまで戻って、そっちから行っちゃいましょう。上に行っちゃいましょう。こいつ倒せないんだよな。で、ここも上に登って、あそこの白い扉ですね。ここのステージはとにかく針が厄介だからな。これだけちょっとタイミング見極めたらうまくいけそうですね。はい、じゃあ第2回目は霧のいいここら辺で終わりたいと思います。気孔と呼ばれるところを通って、今、この部屋にある白い扉を開けるところまで進めました。死んで復活して強くなるアクションゲームということなんですけど、まあ、ダメージ量が多くて結構その度に死んじゃいますね。今回も結構な数死んでんじゃないかな。ちょっとめげずにこの先も進めていきたいと思います。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。